タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずお名前をどうぞ。はい、小林正和と申します。70歳、茅ヶ崎から参りました。ではまず3つの中から、あなたの希望の投資形態をお選びいただきたいんですけども、いかがしましょうか。はい、融資と投資と両方で。はい、融資プラス投資ということですね。はい、わかりました。ではあなたのファンディング希望額は1500万です。あなたが思い描く未来の姿は。生チョコを世界に、チョコレートやお菓子作りの楽しさを100年先の子どもたちに伝えていきたいと思っております。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それではあなたの経歴と事業プランをお聞かせください。はい、1949年で、長野県飯山市で生まれました。で、1982年に、平塚の八重崎町で、お店をオープンしました。お菓子の分野にはなかったと思います。最初に生チョコとつけて、チョコレートを販売し、そこで、その時に、これは売れると、そういうふうな実感をしました。それで仲間とか、お菓子で講習会でいろんなところに歩いている時に、初期の頃の生チョコのレシピは全部公開してきましたけれど、今現在になって全く同じものは一個もありません。ですので、これから、この年になりましたけども、再度、世界に向けて、この生チョコを、地球の裏側で売っていけるような仕組みを作りたいなと思っています。日本に初めて生チョコを持ってきたのが小林さんで、はい、持ってきたきっかけとかって。持ってきたんじゃなくて、はい、作ってで、あ、初めて作られた、はい、日本で初めて作って、はい、生チョコっていう言い方もなかったんですね。通常お菓子にはガナッシュクリームっていうのありますから、まあ、それを、そうですね、1982年ぐらいは非常にチョコレートそのものが低迷していました。それでもっとこんなに美味しいものがあるんだから、皆さんにこう知らせたいって思って、そのきっかけになるようなものを、まあ、すぐこう食べられるようなものを作ってきたっていうか、まあ、研究っていうか試行錯誤しながらでもですね、やってきたんですけど、いろいろと資料を見させていただいたんですが、基本的にこの作った、はい、チョコレートはどこで誰に売るんですか。はい、地域再生時代を牽引する一人の虎が立ち上がる。奥谷商売研究所代表、奥谷敦子。全国で地域再生戦略を実践、各地の宝を発掘し生み出したヒット商品は数知れず。地域に新たな武器を提案するリージョンソムリエはいかなる事業計画に価値を見出すのか。日本で最大のバレンタインっていうのがありますね。はい、その時に、全国のデパートで。それはルートが終わりになるってことですか。あります。で、売上実績はどれぐらいですか。今現在は、はい、2000万ぐらいです。それが最終的には。最終的には30億まで持ってきていきたいなと思ってます。途中、会社やってたんですけど、ダメになりまして。で、新しく2月の6日に新しく会社を設立されたってことですか。まだ会社設立してないんです。あ、そうですか。はい、これから今手続きしてる最中なんで。はい、ちょっと。で、その売上の、はい、現在の売上の男性をターゲットに
これか今後メインターゲットにしていきたいというふうに。いや、そういうわけじゃないんですね。女性も含めてですけど。メインターゲットはどこですか？メインターゲットは男女ですね。男女のどの辺の具体的なターゲット像がちょっとわからない、教えていただいていいですか？40代以上ですね。40代以上で、はい、ライフスタイル的にはどんな感じなんですか？ライフスタイルっていうか、まあ、ちょっとした手土産とかギフト、ギフト。じゃあ自分用ではなくってギフト。はい、ギフトに、はい、使用シーンとしては。はい、そのデパートの流通っていうのは、あの冷徹な虎がタイガーファンディングに降臨する。株式会社ルフトホールディングス会長南原達樹、一時はホームレスを経験するも新事業で見事に再生。筋骨隆々のボディにたぎる情熱で、この男今や冷徹にとどまらない。いざ平成の虎から令和の虎へ、トップギアで志願者と虎とぶつかり合う。すでにもう口座を持ってられるっていう理解はできないですよね。地元は持ってますけど、バイヤーさんたちが昔 の, あのお店の時のバイヤーさんたちがまだおられて、それで今回の バレンタインの時も日本橋高島屋さんとか空町さんはもう断っちゃったんですね、できないもんで。だからまあ早急に。それはバレンタインのフェアだけの話で、常設店という話ではないですよね。はい、あの常設店じゃないですね。店舗展開は、常設店は路面で行こうと思ってますけど。はい、でそうすると路面店を中心に、まあ、そういったデパートのそのバレンタインフェアプラスして、はい、祭事の時にですね、で通販をやられて、はい、まあ、30億ぐらい目指すっていう、はい、まあ、これからだと思うんですけど、あのネット通販とか、あの正直言ってこう YouTuber っていうのを全然知らなかったもんですから、あのどう対応していいかもちょっと失礼かもしれないんですけど、あのありまして、だから基本的にはあのずっと路面をやってきまして、で、まあ、駅ビルさんに常設で入ったり、あの、まあ、富士山の再開さんとかそういうとこで、まあ、ちょっとあの祭事とか、あのそういうバレンタインの時にやらせていただいたりっていうことがやってきました。なるほどね。それでピーク時の売り上げはどれぐらいあったんですかね？ピーク時で今の店そのものが、あのあれですけど、まあ、以前やってた時のお店そのものは7億8000万ぐらいでしょうか。その会社はどうしてなくなっちゃったんですか？譲渡しました。 M&A で売却。はい、私がちょっと体を壊しまして、心臓のバイパス手術したりなんかした時期があって、で同時に、まあ、女房 の, あのご両親たちがちょっと具合悪くてっていうことで、それでもう従業員の人たちにこの店やらないか、そのままやらないかって言った時にちょっと所帯がでかくなってましたので、じゃあ売ろうかと。なるほどね。はい、それでまあ弁護士、まあ、その方が従業員さんのためにもなるしね。そうですね。それで、売りました。それはまあ13年ぐらい前ですけど。はい、ちょっと似た質問になるかもしれないですけど、はい、学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エーバー代表林直弘34歳、年商70億、日本初授業をしない塾武田塾の教場数は200校を突破、フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める？あの33歳ぐらいの時にあの独立された。はい、32で独立しました。32歳で独立されて、はい、あのそこから何年ぐらいでそのピーク時の売り上げまでいったんですかね？ですね、20年ぐらいずっと右肩上がりだったんですか？紆余曲折あったというか。はい、ずっと上がっていきましたね。そこにじゃあたくさん店舗を作られたってことなんですかね？店舗を作ってさらに卸もされたってことですかね？はいはい、でそれ売り上げの比率的には店舗でいくらで、あの全国のデパートに卸していくらでみたいな比率はどうでしたか？大体半々でしたね。あ、半々だったんですね。はい、けど全国のデパートに売るのはバレンタインデーがほとんどなんですか？はい、そうです。あのピーク時以外の売り上げはあんまりないってことなんですね。はい、じゃあその M&A の時は黒字だったんですか？黒字だったんです。じゃあ結構なあの金額をもらえたっていうことですかね？そうですね、借金もありましたからね。あ、けど借金も相殺しても残るぐらいの、はい、少し残るぐらい。あ、そうですね。
でもすごいですね。でも一旦そこで、はい、体調の関係で清算したけれども、はい、やっぱりこうもう一度夢に挑戦したいみたいな、そんな感じですかね。そうです。それと、まあ、売った先に、5年はおとなしくしててほしいって言われたんで、何もしてないんですね、正直言って。まあ、協業必至ですよね、はい、協業必至の契約があって、同業やっちゃいけないって普通契約しますもんね、はいはい、で5年経ったし、はい、で5年経ってから、まあ、少しずつやってきて、今11年目なんですけど、なるほどね、なんとなくもういいかなと思ってこれからやろうかなと思ってます。今日はその生チョコレートをお持ちですね、はい、お持ちしましたので、はい、せっかくなので皆さんにぜひ、はい、食べていただいて、試食いただいて、クレープじゃなくてチョコレートなんで、そうなんですか世界で初めて生チョコを作った男がタイガーファンディングに参戦。第一人者が手掛ける本家の生チョコ、果たしてその味とは。ありがとうございます。食べてください。お、いろんな種類がある、すごい。抹茶とか紅茶とか いろんな種類があります。日本酒とかもあるんですね、はい、すごいですね。純米吟醸。じゃあ、せっかくちょうど5人いらっしゃるので、それぞれ の種類を食べていただきましょうか。こんな感じですね、パッケージ、いちご綺麗です、すごく、素敵かもしれない、うん、濃厚ですね。濃厚、濃厚ですね、はい、黒田さんが食べたのが紅茶の味します？うん、香りはしますね、はいはい、はい、ありがとうございます。美味しいです、はいはい、じゃあ奥谷さん、はい、お願いします。はい、抹茶です。私はいただきます。すごい抹茶が濃い、やっぱり濃厚、濃厚ですね、はい、でもチョコレートの味はもちろんする、うん、します。優しいチョコレートです。うん、はい、じゃあ南原社長お願いします。南原さん何でしたっけ？純米吟醸。あ、純米吟醸、抹茶とかいいよね。これ純米吟醸っていうことはお酒が入ってるんですか？はい、酒が入ってるんです。僕全然アルコール飲めないんですけど、はい、これを仕込んでる時に酔っ払っちゃうんです。酔うわ早すぎるでしょどうですか？もうちょっと食べていい？純米吟醸の話ってやっぱりさ、抹茶とかみたいにパンと来ないよね。来ないです。やっぱほのかに純米吟醸の味がする。おでもね、かなりチョコレートが強いんで、うん、もっと入れた方がいいかもしれない、はい、七重ママはイチゴでしたね、はい、はい、お願いします。イチゴです。いただきます。いただきます。純米吟醸、うん、どうですか純米吟醸？美味しい。ホワイトチョコレートが大好きなんで、はい、ホワイトチョコレートに入ってるんですよね。そうです、フリーズドライのイチゴを混ぜ合わせてるんです。つぶつぶします。あ、そうなんですか。パチパチっとこう、はい、イチゴの種みたいな、はい、美味しいです、美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、林社長何でしたっけ？ミルク。ミルク、スタンダードっぽいですね、はい、なんでそれが一番最初に作ったやつです。あ、ですか。なんか、はい、まあ見た目は普通の生チョコなんですけど、はい、いただきます。あ、美味しいですね。ああ、うん、柔らかい。やっぱ皆さん生チョコは食べたことぐらいはありますよね、今までに。美味しいですね。林さんこれ食べて。はい、食べます。はい、だってこれ純米吟醸日本酒。まあ、いちことかさ、みんな大体、まあ、変な話、普通じゃんね、はい、純米吟醸、それぞれ食べて飲み込んだ後にほんのりお酒の味がする、はい、すちょっと若いんですけど。あ、本当だ、そうですね。虎たちを納得させた志願者、滑り出しは好調か、このままオールまで突っ走れるか。中盤戦、男は勝負を仕掛ける。これ一ついくらで売る予定なんですか？株式会社リバネス代表黒田健太郎、元カラーギャング高校中退から成り上がり、内装業界を熱く盛り上げる男。やる気があるやつなら捨てるつもりで金を積む。
コンストラクターの虎は志願者たちの野望をいかにコーディネートするのか。972円。結構いい値段ですね。おいしいんで。これは売れると思います。あの林さんからおいしいんで100万円出ました。なるほど、はい、で割と原価率が安いですね。一つ10円ですかね。あらぎはどれぐらい取れるんですか。あらぎはですね、はい、75は取れると思います。だからこれに近い、まあ、定価で売れればね、はい、デパートに下ろすと持ってかれちゃうもんね。 15% は大体 15% 持ってくるんですけど、まあ、数を出して調整するんですかね。なるほどね。で今バレンタインの時でも一般のお菓子屋さんがチョコレートまで手は出せれないと、人がいないから、だから生チョコは小林さんのとこから欲しいっていうことでご注文いただいているところもあります。これは地元とかで売ってたら行列できますよこれね。はい、これ美味しいです。自主的に2箱目開けちゃいます。まあけど今までの志願者の中で実際に7億円規模の年商の会社を経営してた人っていましたかね。僕の記憶ではいませんね。そうですよね、はい、なんでやっぱお話しすることにも説得力があるし実績もあるし美味しいし、うん、やっぱけね、もう結構な経営者さんですもんね。ただ小林さん今おいくつです。70です。うーん、後継者はいます。なるほど、はい、後継者は今誰ですか。後継者は3人、40代ですけどね。うん、若いので39歳。親族？いや全く赤の他人ですけど。会社の株は持たせるつもり？持たせるつもりもあります。彼らが持つって言えば。なるほど、はい、それはオープンでいいかなと思ってます。だって明日死んでもおかしくないもんね。はい、はい、なんでこと。いやでもはっきり入って言ってるじゃないですか。そうですね、はい、そこも、まあ、なかなかね聞きづらいことですけど、そこがね、うん、あと予想される質問に対してちゃんと後継者がいるとかね。そうそう、だからいいですね。それが入って言えないと、うん、もうすごい不安だよね。うん、入って言えるっていうことは逆にいいことで、はい、僕だってもう僕も還暦ですから、はい、明日死ぬかもしれないと思ってるから、はい、だそう用意をしてないと、はい、そうですよね。すごい、うん、あの好感度の高い受け答えですけど、本当に生ちょっとよく聞けるなっていうと思います。中盤戦、かつての虎南原が動く。冷徹な虎の核心を突く質問にも間髪入れず返答する志願者。男の覚悟は本物。ただ企業ってもちろんいいこともいっぱい並べますけど、その、まあ、例えば上場する時の目論見書にはリスク要因を並べなきゃいけないんですね。その最大のリスクが、まあ、小林さん の、 その健康状態にあるっていうところが最大のリスクなんで、まあ、ただそれで後継者がいるっていうとなると、そのリスクが一部こう排除されるっていうことで、非常にそれはいいことですよね、はい、本当に、ね、湘南と飯山にいますので。うん、はい、でもその飯山市だったっけ、はい、飯山市なんかもこれからもう極端な人手不足になってきますよね。人口減になっていって、はい、若者いませんよねあんまり、はい、でそうすると働き手も探すのが大変になってきますよね。でもまあね、あの私ぐらいの人も結構いますのでね。なるほど、じゃあ若い子を働かせなくても、はい、ちょっと年齢のいった人たちを働かせれれば、はい、それで工場が持っていくっていう。そうです、工場が動けば店舗が、あのそのまま出るわけじゃないでしょうけど、まあ市の方では工場だけではダメな、あの立地なんですね。うん、駅前なんで、うん、だから店舗つけてくださいっていうのが条件なんですけど、まあ店舗つけても直売できるような店舗ぐらいでいいかなとは思いますけどね。駅前に工場つく。駅前です、うん、でも何にもないんですけど。そうですよね、はい、人も歩いてないんでね。だから逆に猫しかいないもんね。県内のランドマークになれば面白いなと思ってはいるんですけど、うん、はい、ちなみにこの入ってる図面がその、あ、そうです、そうです、作られる工場の、はい、一応図面ってことですか。ちょっとまだ手直しがあるんですけど。それ何坪ぐらいなんですか大体。多分12ぐらいですよね。土地がですね、200坪、うん、え、そうですよね、はい、12それで図面の縦坪が今それで40坪です、うん、
なるほど、はい、すごく真面目にものづくりをされてるなっていうのは、はい、あの商品を見ても、はい、あの試食させていただいても分かるんですけども、はい、そのリスクマネジメントがどの程度考えられてるのかっていうのがちょっと分からないので教えていただいていいですか。例えばその事業承継の件、あと、今みたいにそんないろんな自然災害とかそういうものに対してのリスクヘッジはどういうふうにするのか、うん、流通がもしかしたらダメになるかもしれない可能性もありますよね、自然災害の。 その時のリスクヘッジで売り上げがこれですか。ただ自然災害まで言われてるとね、もう地震が起きたらどうするの、じゃあ関東大震災が起きたらどうするの。今だからそれに対して経済産業省とかが、うん、ちゃんと計画をしましょうねっていうのを言ってますよね、それは取られてますか、はい、だからあの分散型も考えてます。一応、まあ、湘南に今お店小さいのありますけど、はい、まあ、そこもあの稼働しながらも、井山はとにかくその生チョコの工場をどういうふうな形で持っていくかどうかっていう部分で、あのやってきたんで、うん、あと競合対策はどうなんですか。競合対策はまず考えてません、うん、単独で、売るとこはいくらでもあると思ってます、うん、それはお菓子として考えなければどこでも売れるなって思いますね。売上比率としてはどういうふうに考えられてます。 B2B と B2C、 あと直販とあの卸し、そうですね、7割は生チョコでいきたいなと、はい、直販で、直販で考えてます。はい、今どのくらい何社ぐらいあるんですかね、国内で生チョコをきちっと作ってるというか。世界のセレブが酔いしれる街、銀座の夜からトラゲンマ舞い降りる銀座高級クラブ7A、 オーナーママ唐沢7A、 新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。そうですね、 4,50 件はあるんじゃないでしょうか、専門でやってるとこは。ただ季節でこうね変わりますので、でそのバレンタイン時期になるとどこもかしこも生チョコやりますよね。だからその今までお菓子の業界のこの中に生チョコと言い方が全くなかった、それをまあ私が作って生チョコと称して売り出したきっかけなんですけどね。それで問屋さんたちが自分たちが持ってるチョコレートをクライアントさんたちにこう紹介するのに、うちの生チョコを買って小林さんがこういうの作ってるんで、このチョコレートでこういうの作ったらどうですかっていう部分で広がっていって。なるほどな。それでまあ明治さんとかメルティキスやなんかも坂戸 の研究所に講師で行って、そこで作って出来上がったのがメルティキスなんですけどね。元祖ということ、生チョコの元祖が小林さんということでみんなが知ってるということなんですね。もう全部公開してきましたから、はい。もしお金出たら工場っていつぐらいから作り出すんですか。早ければ4月の終わりぐらいから着工したいと思ってます。めちゃめちゃ早いね。早いですね。はい、もうあの一応準備万端、お金だけなんで。はい、もうじゃあ業者さんとかも決めて、ある程度プランも全部決めて、はい、決めて。実際に販売する時のパッケージっていうのはもうちょっとこう華やかなパッケージにして、はい、一応考えてます。で、私をずっと追っかけてる、追っかけてるっていうか、まあ、最終的に私と一緒に仕事したいってそのパッケージ屋さんなんですけど、その方が九州にいるんですけど、一度九州おいでって言われてるんで、はいはいはい、話が決まるようであればもっとおしゃれに、もっと都会派、都会でちゃんと、これ本当に地味なんで茅ヶ崎だったらこれでいいかなっていう部分もあるんですけど、でもやっぱ表に出てくる時は化粧はやっぱ大事なんで。大事ですよね、はい、この箱じゃとても売れないですもんね、はい、でもっと携帯を変えたりですね、いろんなことを変えられると思うんですね。だからもっと、まあ、皆さんにもいろいろアドバイスいただければ。もっとお菓子をデザインしてくれるような人たちを雇ったりとか、はい、デザインの凝ったお菓子を作ったりとかしないんですか。はい、はい、あのやりたいんですけど、費用が出てこないんで、ただそこだけなんで。例えば僕の友達こんなお菓子作ってるんですよ。すごいですね。すごいですね。こんなの作ってるんですよ。あ、かわいい。やっぱり、まあ、
こんな感じのを作ってるんですよね、友達。やっぱりインスタ映えするような感じです。うん、まあ、分かりやすく言うとインスタ映えだけど、やっぱ お菓子ってその味だけで買うもんじゃないじゃないですか、はいはい、やっぱ気持ちだとか雰囲気だとか思いだとか、はい、でその辺がないと、そのさっき言った20億とか30億っていう売り上げは、はい、ちょっと今時代が変わってて、はい、本当に昔って、まあ、お菓子とかケーキとかいったものも、はい、まあ、割にこうちゃんと味がしっかりしていればっていうのが、はいはい、今やっぱりそのデザインだとかそういった梱包とか、はい、まあ、僕もあの二つ星のレストランをやっててお菓子とかも作ってるんで、はいはい、そうするとその時のパティシエさんはこんなお菓子できるのっていうのはびっくりするようなデザインのお菓子作ってくるんですよね。でそういうのがどん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 今台頭してきてる時代に、まあ僕も自分自身すごいセンスが古いなと思うんですけど、社長さんのセンスでそれで対応できるかっていうと、まあ、年齢的なもんもあって難しいんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、まあ、僕にないものはある人にお願いするしかない。そうですよね、はい、まあ、僕も時代遅れだし社長も時代遅れですよね、はい、はっきり言って、はい、でそれを誰かにこうやってもらえるような素養があればいいけど、はいはい、逆にあの海外に出すっていうことは考えてらっしゃるんですか？考えてますよ、うん、はい、今まだ単独でね営業に行った時あります、オーストラリアに。あー、でオーストラリアは季節逆ですのでね、うん、非常にやりやすいかなと思って、うん、チョコレート自体は例えば僕今ここイスタンブールから来たんだけど、はい、イスタンブールでも街を歩くとチョコレート屋ってめちゃめちゃあるんですよ、はい、世界中でチョコレートめちゃめちゃ売れてんだよね、はい、だけどさ日本からのチョコレートっていうのはあんまり見たことがないから、はい、それが本当にブランディングできれば、はい、ちょっと面白いと思いませんか？ベルギーのブルージュが街全体がチョコレート村なんだよね、うん、そこにあのこの文蔵の生チョコを持ってって売りたいなと思ったけど、そんな何千万っていうお金じゃちょっと足りないよね。何億っていうお金がないとね、段階踏んでいきますけど、段階踏んでる間に死んじゃうじゃないですか、まあ、大丈夫ですよ、後継者が、はい、後継者が今まで20年かかったところ3年でやろうとしてるんですから、うん、そりゃ走りますよ、うん、ただまあそのベースを作って若い子たちに渡せられれば、うん、若い子たちのセンスとあの皆さんのような方たちとの出会いがまたそこで増えるかなと思うんですね。うん、ですから私は今日は本当に皆さんとお会いできて本当に良かったなと思います。うん、次の世代につなぐため絶対にオールをつかみ取る男の熱き思いが虎たちをうならせる。最前線を走ってきた男の言葉は深みが違う。あの面白いなと思うんですよ、化けるなとは思うんですね、はい、可能性は感じてるんですけど、はい、なぜそのなんていうんですかね、裏付けがちょっとあんまりこう、はい、まだ入ってこないというか、はい、私の中に、はい、で市とかその商工会の方とかのご協力もおありになると思うんですけど、はいはい、例えば今回の機械設備入れられるんですよね、工場建てるってことは、はいはい、ものづくり補助金とかは応募されないんですか？はい、考えてます。あ、応募すると思います。先生やってますからですよね、はい、でそれでもこの借り入れこの金額が必要ってことですか？はい、うん、まあなくてもいいかなと思いますけど、うん、とりあえず何があるか分かんないんで、うんうん、オーストラリアに例えばチョコを持ってったじゃないですか以前、はい、その時は結果どうなったんですか？結果は持ってった翌年翌年に売り渡したような感じですよね、多分。なるほど、はい。オーストラリアもマーケット面白くて、はい、ま、日本と違って例えばメルボルンなんか人口ものすごい増えてるんですよね、はい、で飲食店なんかもみんな活況あるし、はい、実は僕もオーストラリアでレストランやってるんですよ、はい、でもそういうところとなんかこう力貸すことができれば、はい、日本ブランド好きなんですよねオーストラリア人です、はい、ちなみにココアはどっから入れてるんですか？ココアは、オランダですね。デザーンっていうココアを使ってます。なるほどね、はい、ココアの仕入れ先変えるつもりないですか？まあ、僕の友達ウガンダでココア作ってるんだけど、はい、例えばそういうココア使って、はい、やってみるとか、はい、まあ、
食べさせていただければ、まずはそこからでしょうか、ね、もちろんそうですよね、はいはい、サンプルいただけるようであれば検討します。うん、ウガンダだったらかなりリーズナブルにこう入れられるってことなんですか。そのオランダから例えば商社経由でこうやって入ってって、うんうん、だそこからこう流通を兼ねてくると結構なお金になっちゃうんですよね。例えばウガンダから直接送ってもらうとこれまためちゃめちゃ安くなるんで、すいません、実は僕小林さんの年齢をかなり危惧していて、まあ、僕も還暦、まあ、小林さんも70歳で、僕の友達この間脳一血、ね、そこにいる司会者は心臓にステントを入れてて、ね、喉頭がんになってる、ね、そんな中でその上さ酒も飲んでる、あ酒飲んでないか、タバコも吸ってるね。でまあ、そうやって健康状態って本当に体の最大のリスクで、さっきの後継者、まあ、この後継者に会ってみないとその全くもってその投資するチャンスがないんじゃないかと思っていて、ただこの時間でその投資を決めるにはやっぱ、まあ、少しその引っかかるところがあるんだよね。南原さんすいません、今日初めてあの出ていただいているのでちょっとだけご説明をすると、うん、昔のマネーの虎はあの収録の時にイエスかノーかを決めなければいけなかったんですよね、うん、この令和の虎っていうのは、今その間みたいなものがあって、うん、条件付きっていうのがあるんですよ、うん、はい、でこの条件が例えばですけども今、南原さんが本当は出したいと、でもその後継者の問題でその後継者がね本当に自分の目で見て、あこいつなら小林さんの後をちゃんと継いでやってくれるんだなっていうことを見てからでないと、正式には出せないと言ったら、一旦はその条件をつけていただいて、その人見てから自分が納得すれば継むよっていうことがありのやり方をしてるんですね。これだけお伝えしておきます。なるほど、はい、あの間もなく最終決断に入ってまいりますので、そのそれぞれの時にですね、それはあの、出していただくなら出していただければいいですし、その条件何もなくもう出すよということでもいいと思います。さあ、他にご質問がある方あの言えばいかがでしょうか。大丈夫そうですか。いろいろとやり取りしてきて、はい、随分とあの社長たちの理解もあの深まったと思いますが、はい、もう一つ言っておきたいなというふうに思うことがあればお伝えください。そうですね、自分の生涯の夢が叶うようであればぜひお力をお借りしたいと思います。はい、では最終決断に入ってまいります。黒田社長お願いします。はい、じゃあ僕200万で。はい、美味しかったです。はい、ありがとうございます。ちょっと年齢的なところが僕も心配なところがあるんで。そうですよね、はい、まあ、ちょっとこれぐらいで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。奥谷ですよ。条件付きで、商品の裏側というか原材料であるとか製法で技術であるとかっていうところをもう少し具体的に教えていただかないと、本当にこれがブランドになるのかどうなのかっていう判断ができないので、条件付きでじゃあ100万で。はい、南原社長ちょっと僕最後にさせてくれる。わかりました。はい、では、七井ママ。はい、すいません、ちょ私はナッシングで、すごく味も美味しかったですし、あのビジネスとしての、ね、実績もきちっと終わりでいらっしゃって、はい、協力できる部分がそんなにないかなと思いまして、はい、すいません、今回ナッシングで。はい、では林社長。僕は特に条件がないんですが、はい、応援したいので500万までは出します。もう俺は成立したらどうぞ使ってください。はい、わかりました。 あとも500万で、はい、今ですね、はい、黒田社長200万で、一旦条件付きなんですけど奥谷社長100万林社長が500万なんで合計は800万なんですけども、条件がなしであるならば700万まで積まれてます。今南原社長から初めてなんですけど最後に回してくれっていう言われ方をしたんで私従わざるを得なくてですね、ちょっと条件付きって言ったのはやっぱり意味があって、はい、やっぱこの業界は面白いと思ってるんですよ。ただ超えるべき壁がたくさんあるし、まあそれから僕が言うようにそのカカオの問題だとかもぜひとも協力したいし、まああとそのさっき言った梱包材の問題だとか、まあ逆に経験があるだけで結構細かく
分かるんですよね。まあ、もちろん飲酒度御社を訪問させてもらって、最大のリスクとしては御社のその後継者、まあ、後継者にもやっぱりセンスもあるだろうし、そういう人たちと話をして全部がクリアになれば、まあ、クリアする項目っていうのは今言ったみたいに、まあ、ざくって言うと10項目ぐらいのことがあって、でかつその事業に僕が参画できて事業を成長させることをお手伝いできれば、そうすれば残りの金額を全部出します。だって面白いもん。残りの金額が一旦800万なので、南原さんが、納得できる条件を全てクリアできればおっしゃるように残りの800万円を出しますということですよね。そうです、そうです。でそうした時に林さんは、今回は条件は何もいらないんで自分としては500万出すよっておっしゃってるじゃないですか。林さんまずお聞きします。南原さんのこのご意見で、要は林さんの500万も合わせなければ結果的に1500万ならないので、林さんいかがでしょうか。はい、南原社長がいいというならもうどOK、はい、黒田社長はいかがでしょうか。はい、まあ僕も大丈夫です。そうですか。はい、で今回この奥谷社長の、条件については、じゃあ例えば南原さんの条件もクリアし奥谷さんも条件もクリアしてちょっと大変なの。多分奥谷さんの条件は僕の条件に入ってると思います。はい、含まれるという形ですかね。うん、そうですね。はい、なんでこれは念押ししておきたいんですけれども、お二人の社長それぞれにバラバラにその条件をわーっと言われて、いたずらにですね小林さんのお時間を取ってしまってもいけないことだと思うので、どうでしょう奥谷さん、一旦これ南原さんに預けるっていう形で、はい、奥谷さんがご意見を持っていれば、うん、それを南原さんに言って、はいはい、っていうことにしましょうか。はいはい、そしたらそれで奥谷さんの100万も加わるならば、はい、800万になりますので残りが700万、うん、ということで南原さん OK ですか。 OK です。わかりました。では最後に小林さんにお伺いします。はい、今までこうやってやり取りをしてきて結果的に、はい、こういう条件が一旦つきましたと、はい、でこれを、お受けして、はい、一旦進めたいというご希望はありますか。ありません。ありません。はい、はい、ではそれなりの、ご意思をもう一回お伝えください。はい。見事希望金額達成と思われたその瞬間、なんと条件付きオールを断る志願者。果たしてその真意とは。自分の感性をこう伸ばしてきた中で、いろいろ囲まれてこうしようああしようっていうと発揮できないんですよ、正直言って。だから自由にやらせてくれるっていう、まあそんなことありえないの分かってるんです。だからそれは多分難しいかもしれません。なるほどね。それよりも自分のノウハウを全部差し上げますよ。やってください。で それでも構いませんよ、と思ってます。そんなにもう30年も40年も生きるわけじゃないんで、このノウハウとその技術と、まあ、いろんなアイデアも皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、多分持ってないものもたくさん持ってるんで、それは伸ばしていける人たちがいるようであれば差し上げましょうかねと思ってますけど、はい、どうでしょう。ちょっと個人的な意見になるんですけど、ご立派ですね。10歳年上の方に大変生意気なんですけど、かっこいい。まあでもちょっと誤解を受けたかもしれないけど、僕やっぱり一緒にやっていくのが好きなんですよね。はい、ただお金を投げてはいどうぞっていうのはあんまり好きじゃなくて、はい、まあああだこうだ言うつもりっていうよりも逆にお手伝いができればっていう、まあでもすいませんね、言い方が生意気で、まあ、将来的に考えると後継者の人たちと話してもらった方がいいのかなっていうのは感じてます。私の世代はもう終わりですから、はい、まあ、僕の世代ももうほとんど終わりに近づいてますから。すごいですよね。なんか男前だなって思いました。すごいなと思いました。70何人やってきて初めての結果です。というのは、一旦条件がついてそれを志願者の方が、その条件がつくんであればお断りしますというふうに今回なりました。でもこれもとても正しいご判断も
小林さんなりにですねされたんだというふうに僕思いますので、あの結果としては大変残念ですけれども、この時間でですね、小林さんの希望金額に到達しなかったので、今回はナッシングで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。条件付きとはいえオール達成のチャンスを得た志願者。しかし男は己の信念を曲げなかった。結果はナッシングだが、その結果は時に完全オールを超える感動を生む。男の覚悟、情熱はきっと次世代に受け継がれていくことだろう。男の背中を見送りタイガーファンディングは次なる志願者を待つ。